アナ・フラトンは、アメリカ合衆国のフィリピン系アメリカ人、女性プロボクサー、総合格闘家である。カリフォルニア州サンフランシスコ出身。ニックネームは、ハリケーンやクイックエストと呼ばれている。トレーナーがフレディ・ローチだったことがある。サンフランシスコ出身でラスベガス在住。10歳の時から伝統格闘技を学んでおり、テコンドーと拳法空手の黒帯を所持している。2007年11月2日、リタ・バレンティーニ戦でデビュー。判定勝利。2008年8月21日、ドミンガ・オリボと WBC 女子インターナショナルスーパーバンタム級王座を争うが、1-2の僅差判定でプロ初敗北。2009年9月12日、ケルシー・ジェフリーズとIBA女子世界スーパーバンタム級王座を争い、2-0判定で世界王座獲得。12月4日、ドナ・ビガーズ相手にIBA王座防衛戦とともに WBO 王座をかけて対戦。3-0判定で2冠達成。2010年3月27日、リサ・ブラウンと空位の WBA 王座をかけて対戦するが、3-0判定負けで王座獲得どころか保持していた WBO IBA王座も剥奪された。6月30日、その失った WBO 王座を取り戻すべく、マリア・エレナ・ビラロボスとの王座決定戦に挑み、2-1判定で辛くも王座奪還に成功。2012年3月16日、3度目の防衛戦を敵地アルゼンチンにて、ジェシカ・マルコスの挑戦を受けるが、0-3の判定負けで防衛に失敗し王座から転落した。2013年11月1日、Perla Hernandezに勝利したのを最後に、ボクシングから一度離れ総合格闘技に主戦場を移した。2015年3月6日、1年3ヶ月ぶりに、ボクシングの試合を行い判定勝利を収めた。2014年4月、ONE Fighting Championshipと契約し、総合格闘技に挑戦することを発表した。ラスベガス在住のため UFC を観戦する機会が多かったことで、ボクシングの攻撃は両手だけに制限されているが、総合格闘技では、キックやグラウンドの攻撃も許されることに興味を惹かれたと挑戦理由を述べた。2014年5月2日、総合格闘技デビュー戦を3ラウンド、パンチによる TKO で勝利を収めた。この大会はフィリピンで行われたが、フラトンは、ボクシングを通じても初めて自身のルーツであるフィリピンで、試合を行うことができた。2014年8月29日、アン・オスマンに1-2の判定負けを喫した。2014年12月5日、モハメッド・カマリーに判定勝利を収めた。2015年12月11日、1年ぶりの試合でイリナ・マゼーパに判定負けを喫した。ありがとうございます。